武雄氏は1日、クールビズを一歩進め、短パンやサンダルもオッケーというウルトラクールビズを始めました。初日は、すべての職員の1割程度が黒やグレーの短パン姿で机に向かいました。環境省が節電対策としてポロシャツやアロハシャツ、T シャツの着用も許容するスーパークールビズを打ち出しました。武雄市役所も5月から実施しましたが、職員が短パンはオッケーにならないか とインターネット投稿サイトのツイッターでつぶやきましたその後市役所の総務課で検討し市長に打診したところ節度ある良識の範囲内ならと許可が出ましたこれを受けて短パン・サンダルも認めるウルトラクールビズがスタートしました市役所庁舎は40年以上前の建物で空調設備が古く温度調節が難しいため上の階に行くほど熱く感じるとのことです この日はサンダル履けはいませんでしたが、短パン姿の職員には、やはり涼しいと好評のようです。私の部署では、本日は四方配布日となっておりますので、作業をするのにとても動きやすい格好になっておりまして、またいつも長ズボンだったの,での作業着だったので,です、ね、すごく動きやすくて涼しい環境で仕事できるようになっております。 一方で市役所を訪れた市民からは公的サービス機関としては砕けすぎきちんとした格好で頑張ってほしいと厳しい意見も出ていました。